だ。どこの国のボンボンだか知らないけど、ここは千家が管理する町だ。満員って言ったら満員。皇太子でさえちゃんと馬屋で寝てるよ。ビップルームに泊まるにはこの町の特別なルールがあるのさ。あんたらの勝手じゃない。おととい、ある兄ちゃんがビップルームに無理やり入り込もうとして霊剣派の人に切られて死んじまったよ。うるせえ。そんな脅しに乗るか。うちの若をビップルームに泊まらせやがる。何か問題でも。おとといのように切り捨てるか。いや、初心者に町のルールってのを教えてたところさ。挑戦大会までまだ日があると思っているようだが、この町に入った時からすでに始まっている。今年からの特別ルールだ。先ほどビップルームに泊まるのは勝手ではないと言ってましたね。つまり特殊条件を満たせば泊まれると。お兄さん頭いいね。確かにビップルームに泊まるには準入券が必要なんだ。準入券。残念ながら準入券はこの町にたった1枚しかない。そいつはどこで手に入れる。そう知らないね。今しがた霊剣派の人が言ってたろ。町に入った時から始まってるって。何らかのミッションをクリアすれば手に入る。と同時に挑戦大会のポイントも加算されるということですね。なるほど、そういうことか。準入券ってこれかい。これがあればビップルームに泊まれるんだよね。あれがそうっすか。さあビップルームへどうぞ。じゃ遠慮なく。1枚しかねえんじゃもう終わりか。残念だったな。どうやって手に入れたんだろう。どれも良い品だ。金を払ってやれ。おかわり。ルームサービスならいらないよ。雨音の中でも気配を感じ取れるのですね、あなたは。雲台帝国出身、海雲穂と申します。僕も挑戦大会の参加者です。先ほど泊まり客の名簿を拝見させていただきました。オーリクさんですね。何のよ。あの準入券を手に入れたいきさつを。明日一日召使やってくれれば教えてもいいよ。ええ、一日だけなら。おいでおいで、カイちゃん。俺様の活躍をたっぷり教えてやるから。教えたくてしょうがないな、この人。町の入り口にやたら話しかけてくるじいさんがいて、でも何喋ってるかわからないから誰も相手にしないんだ。俺様は考えた。じいさんは話し相手が欲しいんじゃないと。喋りっぱなしで喉が渇いてると思い水をあげてみた。ああ、そのおじいさんなら僕もお水をあげましたけど、まだ満足していないようなので。天津屋のお姉ちゃんをナンパした。え、ナンパ。恥ずかしくてナンパできないって言うから買い物にかこつけて連れてったら、なんとじいさん大喜び。そんで準入券をくれたのさ。これを掛け金に。大金だね。前回あれだけ惨めな負け方したってのに。今度は何で勝負するつもり。1日以内にゆで大根を100本売ればお前の勝ちだ。もし負けたら私と一緒に霊剣派に帰る。大根たったの100本だろ。負けるわけないね。ただし一つ条件がある。大体こんな高い大根誰が買うってんだよ。あの野郎はめやがったな。ふういい天気だ。おいちょ早く。いやなかなか重いですね。よっおかみさん。どうしたの。大根なんか売り出して旅館潰れちゃうの。その喧嘩食ってやろうじゃないか。
丈夫かい、あんたら。バカ王中め、やっと来たか。坊ちゃま、ようやく会えました。町に入った途端ゴロツキに絡まれて荷物を全部奪われました。旦那様に頼まれた食費も何もかも。坊ちゃま、おかみさん、大根は全て売ってあげる。その代わりに挑戦大会までの食事を頼む。どう？面白いわね。やってもらおうか。霊剣人はこの霊剣山の麓にある町だから、当然仙気あふれる特産品がないわけがない。その中でも一番はこの女家旅館出品の金霊大根、霊剣発水泉の栄養食品です。挑戦大会前の今だから、1本たったの998両。早いもん勝ちだよ。おいしそうだな。ちょっと高すぎですね。どうする、3人分買ったらすっからかんだぞ。一つを分けるか。売れませんよこれじゃ。坊ちゃまの考えはいつも突拍子もないんですが、言う通りにやると必ず成功するんですよ。あ、坊ちゃまが来ました。さあさあ、こんなチャンスはめったにないよ。ここの大根全部もらうわ。お客様、うちの大根はお一人様3本を。お客様の気迫がすごいです。ただものではありませんね。もしや唯一ミッションをやり遂げて準入権を手にしたオーリク様。みんなはこの挑戦大会に参加し、霊剣派の門弟を志す受験者です。もちろん霊魂のことも知ってるでしょ。普通の人でも単役なので霊魂を持てますが、霊剣派に入門するには未修行かつ霊気清らかなものだから、世俗の気を持っている人を霊剣派は認めないんです。俺の調べたところ、この白金霊大根は世俗の気を浄化する作用があるのです。こんな秘宝のような大根、普通なら1本1万両はするでしょう。店主が超サービスしているのをただ見ているほど愚かなことはありません。カサー、約束通りうまいもん作ってあげたよ。うわー、坊ちゃま良かったですね。少しずつ食べてね。え、大会前の食事はこれで全部だから。あと3日もあるんですよ。おかみさんケチすぎ。第一3日も持ちませんよこれ。ああ、それ以外の謝礼もあるよ。これをあげるよ。こんなちっちゃい巾着袋、やっぱりケチ。嫌なら捨てていいよ。鍵と銅線が1枚。もしかしてこれはおかみさんの部屋の鍵。体で坊ちゃまに恩返ししたいとか。おちゅう、お前そんなやつだとは思わなかったわ。ただの冗談ですよ坊ちゃま。そんなに真面目に突っ込まないでくださいよ。あの子、この先の挑戦大会が楽しみだね。この3日間残飯食ってたけど鮮度は保ったまま、どれも美味しかったな。おかみさんの持ってきた弁当箱に何か。あ、坊ちゃま待ってください。はあ、さすがにすごい人数だな。見て、何か来る。これより挑戦大会本戦を開始する。最後まで通過できた者だけが入門することを許可される。入門試験は大変厳しいです。まず最初の試練はこの近境を渡ることです。それが修仙の道の第一歩となります。簡単じゃねえか。いやー、分かった。1万ドルですぜ。結界。でもほら、あの人橋に乗れてるわ。この橋は12歳以下のものしか乗れない。お供と年齢オーバーの方もお帰りください。何もと思うのかよ。どうする、村には帰れないし。ここで働き口を探すかね。行くぞチューちゃん。はい。今年は何人ぐらい合格するでしょうね。例年通りなら 2,3 人というところだが。そうでした。今年の試験はあの方が作ったんでしたね。へっくち。おえ、最終的にとんでもない結果にならなきゃいいんだがな。王さん、お、
ちょっとお待ちください。お前12歳以下なんだ。見た目15だけど。あ、いやまあ別に用ないでしょ。ついてこないで。僕と同行しません？同行？そうです、お互いに協力し合いましょう。入門試験には必ず困難な危険が満ちているはず、うんうん、そんな時仲間がいればお互い助け合うことでいろいろ有利だと思うんですよ。助け合う？俺様が助けが欲しいとでも思っているのか？ダッハハハ、冗談だよ。けどさ、カイちゃん、助け合いは多分いらないと思うよ。このオーリク様が君を守ってやるよ。同門弟子になっても面倒見てやるからね。うちのチューちゃんと同じくらい非力だもんね。はあ、僕ちんこの先一人でやっていけるのかな。まあカイちゃんがどうしてもって言うんなら仲間として手伝わせてあげてもいいよ。仲間？坊ちゃま、ちょっと待って。ああ ごめんなさい。どこさ見てんぞてめえ。この橋は12歳以下しか乗れないのに、このモンスターは一体。ごめんなさい。俺にも買ってくれた言い抜けしたっぺな。君その辺でもう許してあげなさい。許してんじゃねえ。まさかおめえ様は。足早いね。すごい、坊ちゃまがモンスターをビビらせてしまいました。いや、ビビった相手は多分俺じゃない。ん？行くぞチューちゃん。はい。カイちゃん、なんか隠してる？いいえ、何も。なんてくださいよ、坊ちゃま。はあ？はあ？ねえねえ、カイちゃん、結構重いんですよ。聞いてます？この橋は平らで広いんだけど、終わりが見えないんだよな。あ、霧が出てきた。ますます見えないよ。どこまで行けばいいのよ。ただの嫌がらせじゃん。ダメダメ、やってられないぜ。だいぶ脱落しそうですね。人数は減った方が見守る我々は助かるがな。こいつは呪われた容器だ。どういうことだ？直に水を汲もうとするとこうなる。金で交換するしかないらしい。なぜ金で交換するって知ってる？ここに交易って書いてあるだろ。さっき誰かが金を入れてみたら、そこの竹筒から水が出た。なるほど、実践から真の知識が生まれるってことね。でもお前ら本質が分かってない。なんだと？どういうことだ？こいつ靴の底の土を入れやがった。貴様、何の真似だ。俺より注ぎ口を見てろよ。金だ。なんで土が金に？お前ら容器の底にある五行図に気づかなかった？木は水によって養われる。木は燃えて火を生む。物が燃えれば後には灰が残り、灰は土に還る。鉱物、金属の多くは土の中にあり、土を掘ることによってその金属を得ることができる。金属の表面には凝結により水が生じる。自分の考え通りか確かめるために土を入れてみた。結果は見ての通り。これは五行物質転換器だ。原理は簡単だ。ひょっとしたら霊剣山の家元の娘のおもちゃかもね。丁寧に五択並べてくれたけど、オイラたち喉なんか乾いちゃいねえし、水なんか必要ないね。いいや、俺たちは今何をしてる？商戦大会だ。意味もなく、こんなものが置いてあるものか。この水を手に入れ次へ運ぶこと、それがミッションだとしたら。水を手に入れるったって、金なんかないし。町まで戻って土を持ってくるのか。俺たちが今どこにいるか忘れたか？貧境だ。取っちゃダメだって誰も言ってない。こいつを使うのが一番手っ取り早いのだ。そんな簡単に掘れるもんじゃねえ。もう掘れば余計になるわ。頑張って。私たちは掘らなくていいんですか？チューちゃん、風呂敷開けて。はい。わあ、すごいです。このことを分かってて弁当箱を持たせてたんですね。おかみさんのおかげだ。
う行くのかい？弁当箱を返す。その弁当箱の下地は金の板だよ。やるよ。水に変えるかもね。おかみさんは絶対この商戦大会と関係がある。つまり霊剣派の人間ってことか。この子だけ金を掘らずに近道できた。点数も大幅に増えたろうね。おまけにレイちゃんの助けまでもらえるなんて運も持ってるようね。今年の試験はわっちがじっくり時間をかけて作り上げたから、こんなラッキーは続かないさね。どこまでやれるか見せてもらおうかね。あ、そっとそっと行ってきたりとも。こぼすんじゃねえぞ。おいっす。やめた。こいつごと運んだ方が早いべ。出番ですかね。そのようだ。お茶まん、これ以上はもう無理です。私を置いてってください。休んだら早く追いついてこい。お茶まん、お前を捨てるわけねえだろ。足を引っ張るのね。はず！カイちゃん、ジュウちゃんを抱えて。あ、わかりました。なりそうですよ。いつになったらたどり着けるのか。前に進んでればどうにかなるもんだよ。そーっと。そ、あれ、なんかもう目的地に着いたっぽいね。何が出るか楽しみ。怖くないんですか？確かにちょっと不安が。いくよ。何ですかね。これはもしかして、ここで持ってきた水を使わないでどうする？そうか、近況のミッションはここに繋がるのか。あ、こっちもです。この先一体何が起こるんでしょうね。私もワクワクしてきました。何するの？かわいいね。うちに遊びに来ない？村長が待ってるよ。今日はパーティーだぜ。すごいですね。旅館旅館よりも豪華ですよ。おかみさんに怒られますよ。でも他の人たちも次々やってきましたけど、なんか食べ物が粗末というか。お腹すいた。いただきます。あ、これ責任者出てこい。あの山猿どもが肉てんこ盛りだ。どういうこと？0点は炒め豆腐です。なんじゃそりゃ。ほら山猿、食いもんよこせ。山猿って誰？おっちゃま、私たちのことですよ。無視すんじゃねえ。おいらは優秀な鮭第14代目の子孫だぞ。これ犬の子孫？うん、まあまあ落ち着けって。この豪華な食事はミッションクリアの報酬ですよ。この村まで大量の水を運んだのは彼らだけ。俺も運んだが小さな水筒分だけだ。そして君らはゼロ、一滴も水を運べなかった。その結果がこれだ。何にも食べられないんすか？そういうことだ。この大会の参加者の情報はほとんど知っているのですが、君のことは全く知らない。家柄などをご紹介願えますか？家柄がないと生きていけないの？っていうかお前誰？これは失礼。総慶州大明国の皇太子、主神と申します。よろしく。大明国
そんなに驚くことはないさ。こちらの雲台帝国第二皇太子カイ・ウンホ様に比べたら嘘、俺など取るに足らない家柄ですよ。そちらの3人、社交士、運行士、理工士、みんな修仙名門の出身、身分輝かしい家柄です。身分輝かしい。俺様の見立てでは、家の中に居場所がなくなって見返してやろうと家出したんじゃない。こんなヤバサルビ、なんという無礼者、懲らしめてくれる。どう出る王さん。誰かが暴れ出してるよ。さすが一番は待遇がいいね。さっきの黒装束の人、王さんは知っていたのですか。知らない。村の人たちはここには紛争は一切ないと言ってた。何か問題があったら一声叫べばいいと。つまりここ桃源郷は安全区。安全区。霊剣派は確か控えめかつ円滑で有名です。政教専門のように名門であることを露骨にアピールはしないけど、この村は商戦大会とどう関係があるのか、試練もいつからなのか全くわからない。もうとっくに始まってるよ。え？やっぱり坊ちゃまの予想通りだ。この村は完全に囲まれている。石垣と岩山、どこに行くべきなのか全然わからない。それに村の人たちは商戦大会のことを聞いても何も答えてくれない。他には何よ。調べさせているのはお宅の坊ちゃまだよね。何かわかった？おそらくだけど、この村は全面閉鎖されているはず。そして村を出るのが目的だ。こうやってプラプラ歩いてるとイベントが起きるかもね。こんなクソデブ、オイラたちと手を組みたいだと？対等のつもりか。うぬぼれんじゃねえ。いえ、助け合えればいいなと思ったす。こっちとらむちゃくちゃしてたとこで、このデブで憂さ晴らしといこうか。また暴れてるよ。助けていただいてありがとうす。僕ちん、ソーラン国国士の息子、ブンホーっていうす。何にもわからなくて困ってたす。こんなデブとっくにリタイアじゃね。千円はいつも奇妙で予測できない。だからこんなのろまそうな人でも霊剣派に入る資質を持ってる。ほうほう。僕ちんはのろまだとわかってるす。全然手がかりもつかめない。人と協力もうまくいかない。僕ちんはお二人の役に立てるす。だから仲間に。なあ、修仙の道には縁というものがあるよね。残念ながらまずは自分で頑張ってみなさい。行くよカイちゃん。やっぱりダメか。お腹すいた。なんか食べ物を探しましょうか。文法は役に立つと思うのですが。カイちゃんの言う通りだ。あのデブは単純でトラブルに巻き込まれやすいタイプだ。文法に縁があってもトラブルを解決する能力はないですよ。その時だよ。お兄さん、俺たちが動くのは。僕ちんすか。まずは村人に話しかけまくる。その上で仲良くなる。好感度を得ることが村を出る鍵かもしれないって。仲良くしたら村を出られる。坊ちゃまはなんでそれを知ってるの。そう、なんでですかね。でも坊ちゃまの考えは不思議だけど間違いないんですよ。きっと千円を持っているからだと思います。君にも千円があるよ。え？坊ちゃまに言われたことない？近況に踏み入れた瞬間、先導を歩み出したんだよ。ここまで来たらみんな平等だ。この村でのミッションが順調に進めばどうする？坊ちゃまのオーリクの召使いを続けるの？王中？王中？王中？何ぼーっとしてんの？村人に話しかけて状況は大体把握してんでしょ？はい。チューちゃんの集めてきた情報をまとめるとこうだ。一つ、
この村に貨幣というものはない。欲しいものは労働で交換するしかない。2つ、村人は俺たちが役に立つかなんて興味がない。商戦大会については一言も喋らない。村も出させてもらえない。3つ、出る道を知りたければ村人の好感度をどんどんアップさせなければならない。以上の情報からもう何をすべきか分かったな。さすが坊ちゃま。けど何をするかは。そう、これを知るのは容易ではない。だからこそ試験材料は必要だ。そこであの文法だ。どんなサプライズを持ってくるかで、ね、ことは動く。朝っぱらからうるせえな。焼き豚にするぞ。皆さんと別れた後、キオバさんという方に会って、早死にした孫に似てると言われていっぱいお菓子をくれたっす。家にも泊めてくれたりと、ものすごく親切にされたっす。ところが今朝、何があったのかわからないっすけど、キオバさんと村長夫人が喧嘩し始めたっす。でも村長夫人はキオバさんにかなわないから、腹いせにボクシーに八つ当たりっす。ナイスサプライズ。どういう意味で。竜おばさんは宴会の時村長とイチャイチャしてた人だ。え、帰りがけに村長は奥さんに思いっきり蹴られてたぜ。二人とも村長に関わる重要人物だ。彼らの好感度をアップさせれば永久任務達成なんてね。そんなの無理っす。しっかりしろデブ。じゃあ今の任務は村長夫人と竜おばさんの揉め事の解決ですよね。トラブルの中心人物村長を訪ねるのが一番の近道。このハンカチを村長にお渡しいただけますか。はあ。相談したいことがあるとお伝えください。こちらでお待ちしています。わかりました。あのハンカチは竜おばさんのもの。文法に借りてきてもらった。本人と話ができれば竜おばさんとの間に本当にやましいことがあるのかわかるでしょう。そこの方、わしの部屋で話そうかの。村長の家に入ったわ。手がかりを掴んだのか。出口も動いてるって。海運歩と文法の動きによって労働以外では食べ物も何も交換できないと皆が気づき始めた。中には情報を得るには村人の好感度が必要だと気づく者も現れた。桃源郷のクリア条件が次第に見えるようになってはきたが、ほとんどの者が手も足も出ない状態だった。家元は12年前に今日という日を定めたが、これほどの英才が集まるとは。しかしこの王陸、家族に終戦したものはなく家柄もない。なぜ参加できたのだ。霊お嬢様の推薦があったと聞き及んでおります。ま、何にせよ大会はまだまだ長いから、先のことを楽しみにしましょう。退屈しないようにわしの部屋から麻雀を持ってきてくれ。お前の師匠、襲名も呼んできなさい。今回わしはゴッドキャンブラーモードだから絶対勝つ。なんとそれは禁断の技。海運歩様の計画は順調ですかね。心配ないさ。ただ座って情報を待ってるだけ。何かを企んでるようだけど、おっちゃまの方が心配ですよ。ただいま。よ、おかえり。僕が今やっていることは文法や他の人の邪魔をするかもしれないけど、王さんは気にしませんよね。あの竜おばさんは寂しさに耐えられないタイプのようです。村長はヘタレのくせに奥さんには意地を張っている様子。その上竜おばさんとの関係は続けたいそうです。半日かけて話した結果、一番簡単なのが奥さんに恨みを捨てさせ仲直りさせることですが、それでは竜おばさんは納得しないでしょう。村長夫婦を離縁させる。そうすると文法の任務も順調に進むでしょう。けどこれは正しいとは思えない。村長に奥さんとの愛情を大切にしてもらうよう説得できれば、そして竜おばさんに感情を文法に寄せてもらえれば、村長の好感度を高める上で文法もおばさんたちの揉め事から抜けられる。さすがカイちゃん、誰に対しても優しいね。王さんならどうする。女二人ができちゃえばいい。そうすりゃ一夫二妻で村長も幸せでしょ。あれ
母ちゃん、ログアウトしちゃった？坊ちゃまの話は無視してください。うん、実は王さんの考えを伺いたいのですが、この桃源郷のような人付き合いの試練というのは今までどこの門派もやったことがないのです。今までない？余計な人間関係は修行の邪魔だと言われています。バカ、修行といってもある程度は人間関係が必要でしょう。王さんもそう思う。一番控えめな霊剣派にこんな変化があったのがとても意外なんです。うん、でもここで心の知能指数を試すなんて、これ考えた人って嫌われ者なんじゃね？へっくち！禁断レベルのワッチが花粉症？ん？じゃーん！無視するぞ。ああ、助けて！ワッチ、今日ちょっと飲みすぎた気がするさね。足ぶらついて立ってられないの。尻を出すな！みっともない！まったく、どうして避けるさね。借金してないわよ。借りるんなら家元に借りるさね。後で家元に言っといて、オーブに気をつけろって。はい。ワッチの天才的プランの感想聞きたいだけさね。天才的プラン？わしの表明法に入れたエキストラで作った村のこと？いい迷惑だよ龍剣長老。それはあまりにも無知さね。なんだと？今の修仙界に一番重要なのは心の知能指数さね。五大門派が万生命という同盟を結成して以来、山に身を隠し自己陶酔に陥って何が修仙者だい？どの門派も対外交流を促し名誉と資源を守ることに必死だが、心の知能指数の判断基準はどれだけ好かれるかではなく、自分を嫌う人にどう対応するかということさね。霊剣派の恥のくせに心の知能指数を語るの？わっちのこと嫌い？好きではない。悲しいわ。またばあちゃんやりに行くの？わっちも連れてってよ。断る。お前いつもいい気するんだもん。あのクソババア、私だけじゃなく義理の孫までバカにしやがって。ひどい。やめて。大ボクチがやつ当たりされるさ。あなたは龍お姉さんですよね？ちょっとお話ししたいことがあるので、僕と二人だけでお話しできますか？若い時の龍お姉さんは桃源郷一の美人とお聞きしましたが、今でも美貌は衰えていませんね。ほんとほんと、ものすごくアブノーマルっす。さすがカイちゃん、2日だけで村長に恩人扱いされるとは、よっこの熟女キラー。褒めすぎですよ。村長を諦めお見合いに行くほど若返り、文法にも優しくなった竜王ね。おばさん、村長夫妻は長年の苦労を振り返ることで愛がよみがえりました。僕の任務は完成しました。それと、お、なるほど、もう桃源郷を出るの？村長と話をしました。でもその前に、君の召使いのことなんですが。ん？下の名前は忠という字ですけど、おそらく天性の裏切り者。これからもずっと君につくとは思えない。あっそ、これに見覚えは？俺の巾着によく似てるの。今日文法から渡されました。橋を渡るとき王忠が落としたものだそうです。どう見ても召使いのものとは思えないので、僕の考えすぎかもしれませんが、まあとにかく僕は明日行きます。短い間でしたがお世話になりました。翌日の朝、海雲穂は村長の案内で村を出た。試練の初成功者として皆の心にかなり響いた。これを機に皆がそれぞれクリアの方向性をつかみ始めた。前に進めるか。だが海雲穂が完成したあのレベルの任務はそう多くない。そんな中、文法は龍おばさんの好感度をほぼマックスまで高めた。王陸の指示のもとに王中の塾の任務も順調に進んでいる。だがその舞台裏の中心人物王陸は未だに動いていない。坊ちゃま、坊ちゃまが指示した任務は全部ちゃんとつながりました。
私のミッションもそろそろ完成するはずです。うん、それで坊ちゃま、私ほぼ完成ならさっさと最後までやって行けよ。ここでもたもたしてどうすんの。私は坊ちゃまの召使いなんですよ。一人で行くわけが。本心で言ってる？もちろん本心です。千円は個人で持っているもの、俺があげたもんじゃない。お前もう他の者と相談したんだろ。近況を渡ったことが何を意味しているかもう分かってんだろ。坊ちゃま、ありがとうございます。ごめんなさい。カイちゃん、お前の言う通りやっぱりろくなもんじゃないわ。7年もついていて誰が主人公オーラを持っているかわからないのか。やっと駆け落ちする娘のバカ親父の気持ちがわかったぜ。残念だが俺様の完璧な攻略法をお前はもう見ることはない。